さあ反抗期を乗り越えと皆さん成長期に入りましたかね、大変ここに来て伸びがすごいですね。はい、第1反抗期を乗り越えての成長期です。あの野試合でも太平の頭に4ウィンってついてるの見たことない。そうですね、セットアウェイエクサクル。さあそしてここで出てきたのは Y2J、 3試合連続の登場ということで、ね、さあだがしかしですね、実は竜使いに関しては大会は実はなどで結構やっているんで、はい、竜戦には結構自信がある模様です。え、誰とやってたんですか。あのマグさんとか、あー、はいはいはい、ミカロニアね、結構あの来てくれてるんで、なるほど、竜使いとはなかなか対戦経験が多いです。はい、ハローケン。そして岸君もこの色はマグカラーということで、はい、やり慣れているマグと同じ色を使っているためにやはり視覚的な情報からやりやすさを感じているかもしれません。大変太平有利ですか、ね、タックル。さあどうしたんでしょうか富永さん。はい、今日の太平とは違いますが。違いますね、やはりボードだけではなくボンドの力も得て、そうですね、2つの力を得て帰ってきた。まあ、今まであの地にしっかり足をつけていないイメージがあったん で、 で、ね、やはりここはボンドで足をつけたのかもしれませんね。あの地盤を固める、はい、GL ボンドです、ね、いやーいいっすではなくダイヤモンド出る。コンバコンバ更新スフィアニートの技を使っていくわ。 GSCX 作動、ここは Y2J のシュート落ち着いているダイパー切り返してハローケン飛び込み、これをしっかりガードできるようになっているんです。富永さん今までは飛び込みを、相手の飛び込みを、はい、結構無駄に食らっているという印象はあったんですが、ここはしっかり太平ボードをガードします。本当に何ガードが上手くなったの。はい、ここはバックジャンプ台形、 Y2J もしっかりしている。太平の竹はもうすでに終了していると。そうだよ、本物の村上さんからありがたい言葉、ありがたいお言葉いただきました。投げてこれを跳ね返り、ガチ上げタックル、ダイエーどうした、動きが切れている。ダイエーボード、これがされているが投げてはいつし画面足、中足 EX サザンキ、無理やりダメージを奪っていこうと、そういう考えなのか。リプ、これはしっかりガードしていますよ。富永さん、たまたまガードに入ってた老人大英がリープをガードしている。たまたまガードに入ってた、たまたまガードに入っていた。波動拳、波動拳、しゃみちゅば波動拳。さあ Y2J、 ここはゆっくり行こうと、そういう気持ちでしょう。少々処理券、確定反撃を大変しっかり取れている。 EX ヘッドを壊し、ここは EX 波動拳当たってバックジャンプ台形打っているんですがヘッドが出ていない。大変ガードしています。デリブル、大変の勝ち、まるで大変ボードのように硬さを見せているが、投げてジャムチンパン、投げてまだ終わっていない。5着目、これが大平の爪の甘さ、本来の姿です。富永さん、やっと俺の知ってる大平。富永さん、さあそしてここで登場はユレミーなんですが、ユレミー先ほど実況で大活躍のユレミーですが、まあ Y2J 対ユレミーということで、はい、ここはやはりキャラがっている Y2J にはここはしっかり勝ってほしい、そういう気持ちではおりますが、投げ上げらして、そして、Y2J さんは我々のチームということで、 Y2J さんは我々のチーム、はい、俺がしっかり取っといた。これは今何人目対何人目なんでしょうか。これは大変さん、何人目対何人目ですか。あの自分の活躍ぶりをチェックするのではなく、何人目か何人目を教えてほしいんですが、大変今うざかったね。今完全にあの自分の活躍ぶりをあの自分、はい、さあ大変チーム、これチャンスチームが6人目、そしてあこちら7人目、我々は7人目ということで、はい、割と接戦ですね。割と接戦ですが、1人分勝っている、はい、そしてここで Y2J が勝つと並ぶという状況です。大平が今自分の iPhone でチャットを見て気持ちよくなってました。気持ちよくなってますね。大平は絶対に許さない続くね、絶対に、絶対にだと、絶対に絶対にだと、そういうことですね。どんぐらい衝撃かっていうと、はい、あの築地で、はい、あの天丼屋があの閉まってた。ジュラシシングハロケン即答なんでさ、ハロケンジュラシ返していく、ユラミ曲がらない、曲がりかよ、投げてここはしっかりさばき、曲がりかの曲がったら壁足、おぎずら続けるな、抜け出してさあ、ワイツジェ竜巻ルーグレガーを抜けた、曲がりかのシュッシュッつってさ、最後ルーグレに対してこれはどうする、見えるジにあそこ離していく、まだ終わらない、まだ終わらないが最後にエギー
富山さん、今の BL 字は何なんですかね。あれは何だろう、何を言い出したんですか。シーナとあまりやってることは変わらないんで、はい、はい、どうなんでしょうか。あれ、ド低能です。ド低能、はい、BL 字がド低能だった。ド低能、あれ、捨て毛は良くない。あまりシーナと変わらない動きを見せているユレミですが、ね、そういう捨て毛とかするゲームじゃねえからって投げているユレミ、ガラヤシ EX サドケ、さあ Y2J ベテランのこの幽霊な動き、投げ、これは入っていないが、イエスサドケ、稼働拳投げているのは幽霊、金足持ってきて、さあしかしここがマシール N 投げからサマー、マジか、危ねー、危ねー、あーから EX ソニック勝ったら幽霊、誰だ。さあここにね登場、トンクラさん。いやー、やっぱ太ってますね、横から見ると。アイクさん、アイクさんの売った T シャツのサイズがどうだろう。そう、アイクさん、ちょっとトンクラさんの雲行き怪しいんだけど。いや、トクラならやってくれる。いやでもユウさんもね、飽きたから来てるからさ。飽きたからお越しよ。さすがにさ、自己証でお借りなんのかわいそすぎる。そうだね。うん。3。3。まあ客じゃないですあの、海外からお越しのユウさんですからね。みんな、温かくね。あ、ボンクラさん強いっすね、これ。できるじゃん、とっちゃん。I'm ready. Go!逃げませんね、徳ちゃん。完全に、ね、一応ね、トンクラさん、ピエロ相手にかなり鍛えましたんでね。ああ、そういうことだ。メビン戦はメビン戦は、いや、もうよく分かってると。ピエロがきついって言い始めましたから。あ、そういうこと。へえー、あれ、取ります。うん、徳ちゃん、俺信じてるよ、徳ちゃんを。あれ、トンクラさん待て、ちょっと、ちょっと、これ詰んだんじゃない。うわ、いや、あの、たい平さんと違ってトンクラさんあれ取れないですから。あ、そういうこと、ええ、トンクラさん、いや、これ危ないっすよ。完全に流れ向こう行ってます。あー、ルグレ、あの、ルグレ痛いな、あれな。これきつい、あ、これきつい。トクちゃん、俺信じてるよ、トクちゃん。トクラを信じろ。三角ガードした後に、あの、股間になっちゃってます。なんだよ、これ。トクラが死んだ。かも憎いんだよ。さあ、そしてここで富永さん、マルコが登場です。マルコ登場きた。さあ、マルコ対ユウ、はい、さあ、チュンリーレミーということで、まあ、やはり、はい、まあ、マルコがどれだけレミーとやっているのかというところが気になるところなんですが、マルコを信じろ。マルコを信じる俺でもなく、俺が信じるマルコでもなく、言えてませんが、マルコの信じる、俺を信じろ。オッケー、大剣、ここは中央勝負戦、しっかり決めていく。ダイナ切れて投げて、しっかりしているマルコ。わー、すげー。ソニック投げていく。ルグレ欲しい、ダイバン、しっかり決めて投げて、さあ、いく、マルコちゃん。さあ、マルコ非常に冷静に立ち上がっていく。すげえな。ソニック、ルグレ、さあ、ソニック投げて5番暴れつ、立ち受けてしまったが、ここはソニックジャンプ台形、ここも決めていく。ディープからリエルジュ、しっかり決めて。さあ、だが、しかし、富永さん、最終ラウンドに向けて、はい、マルコは方薬戦のゲージが1本半溜まっているということで、
もう全然有利ですよ。サイド投げ、移動投げ、いいペ、大剣、いいタイミングだったんですが、5番、いいペ、中継で、マッケージ貢献、これが落ちている、中継で、中央戦線、さあ、これがやはりとてつもないヘリを見せるということで、代々しっかり押し切れて、ジャッケー、ジャンプ大剣、当たってリープ、ルグレ、EX ルグレ、中継から、ソニック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 、今度はブロックいる。リープ、EX、ルグレ、ソニック。やべえ、ルグレの先端当てがやべえ。さあ、ソニック、ソニック投げて、これでわからないが、投げて、さあ、どうする。リープから見えるし、あそこ、これでまだわからない。ルグレ、EX、ルグレ。さあ、マルコどうする。マルコやだねー、タイムから血出し。最強キャラ、お前が先輩だろ。俺なんでヤンツ、なんでヤンツかってレミに負けるんだ。俺か、俺だな。いい加減にしてみ、何年やってるんですか。何年やってるんですか。5年ぐらいですか。5年、5年、5年じゃな、5年じゃ、5年じゃな、5年じゃないですか。10年やってるからね。10年やらないと、はい、やはりサードストライクは分かってこないということ。10年やってるからね。はい、攻略戦と、これは取れちまったか。中盤にエクストロー休めだが、一番投げて、投げて、投げて、小倉宣言キック、今のは非常にいい判断だったが、小倉宣言キック取っている。大剣キック、大剣ハザン、これは頑張って固めて投げて、さあマルコ非常に動いている。やべえ、強えな。よかった俺マルコ取って、マルコ取ってよかった。中継投げてキープ、大剣当たっている、コーパン抜かせない、投げて投げて投げる、マルコが投げ続ける、ジャンプ大剣、大剣圧倒的に体力リードしているのはマルコ。マジか、大臣攻撃ソロ、これでもなかなか、大臣5番5番5番2ソロ、ジュリー全角半決めて勝ったのマルコ。運がいいと、さあ出てきました、富永さん、はい、YSB の登場ということで、はい、登場です。さあ YSB、はい、マルコといえば富永さん、はい、同じ BM スローで、はい、同じ釜の飯を食った中でもあります。そうですね。さあ BM スロー唯一のチュンリーとして登場したこともありますが、このマルコ YSB に対してどういった動きを見せていくのか。さあこの YSB チュンリー戦は増えてとはしていませんが、1ラウンド先制したのはマルコ。さあこの苦境どうする、は YSB どうする。なかなか山はやはりさすがにきついか、これ夏でも視界良好でも、はい、やはり富永さん、はい、山は恐ろしいです。あのね、自然界のね怖さをね知った方がいい。自然界の恐ろしさを YSB が知る必要があるんだと、はい、ここでここで自然の恐ろしさを教えてほしい。さあ本日は月が出ているのか。あの月は出てません。ジャンプダイパー、ここが打ち出し、グラブして前来系、これはガードしている、ガードして我慢して我慢して YSB 頑張っている、バディからリーダー掴んだ、これがこれが始まるのか、突き放して、これが噂の YSB ハウス。やべえ、マルコ鍵持ってっかな。そしてマウントゲージやに温たまっている。まずマルコはこの砲翼戦2本使ってでも勝たなければいけない。このラウンド砲翼戦対マルコ、前だけ、モリン、これはブロッテ、チュア瞬戦、キャプテンハギ、ジャンプ大胆、グラバーに投げて、さあ、BMG のリンドを渡すのがマルコ。キャラソー教えたね、ダイパン、キャラソー、ダイパン、さあ、苦しい YSB、苦しくなってきた、モリン、最後はしゃがみ中盤、勝ったのはマルコ。うめえ、これうめえな、これ。マルコ取ってよ。さあザビン対マルコ、やっと 3-on-3 になったわ。投げ3球からこれでロッペ勝利権返しにザビン、最終盤大剣敵出さずに
体系、やはりチッティのダメージがかなり半端じゃないということで、ザビオここは慎重にいかざるを得ないんですが、ザク5番中足100機、100機使ってジャンプ台系、これはしっかりガードしていた。ザクザク予想客に返って予想客、おいちやこれはブロッキングしている。中足出なかった、出てなかったが、さあ命拾いした形になったか、サビ動き走って走って台形、これしっかりガードしている。キラップ予想客、これもブロッている。台形対空しっかり返って、ちょっとこれさあナルコ苦しい勝負でしたが、ここはしっかりラウンドを持っている。しかしザビの守備力はまた上がっているかもしれませんね、富永さん。そうですね、非常に守備力が高い。ダンプ、これは大剣ちょっと高めだったか、少々戦距離を詰めて逆襲、あー出なかった。ザンクコラボ乗っている。ザンク主人投げて投げて、発見技決まって、マルコ4人抜き。ここで大阪からの資格。さあそしてま出てきました、はい、富永さん、はい、この誠チャンス誠です。はい、誠5を一緒に戦った仲間です。今年はもうすでに闘技を取っているということで、マジか。チームメイトはあの、はい、わかんないです、彦根杯、彦根杯、はい、県同キャラトーナメント、はい、準優勝の岡掛健、え、マジか。はい、そしてもう一人はダットリー5、うん、のメンバーでした、アゴボダットリーです。聖人戦決まって、そしてこのチームリーダーがチャンスなんです。富永さん、チャンス汚い、普段は高槻リブロスでやっております、このチャンスなこと。最近では評価はもう本当にうなぎ登りという感じで、はい、どん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 評価を上げて、もうもはやチームメイトが強すぎだろ、それ関西西の西日本ではもうナンバー2の誠であると、ナンバー2、そういった評価が数多く聞かれています、このチャンス誠。どうですか、ハイタリチャンス、この二大巨頭だろうと。やばい、投げてマルコ、マルコいいよ。さあマルコ今のは積極果敢に動きましたね、皆さん。そうですね、まああそこワンチャン、なんつうだろう、ね、ゲージ使わないで勝ちに行きたいところだったんで、そうですね。キャラクター、ダイバーエクセスト、じゃあさっきからムチューバジャブライゲン走ってきたのに、ハッケラが中足、中足いいよマルコ、いいよ、この勝負いいよ、この厳しいですが、決まって、チャンスが勝利、マルコよかったよ。さあ先週の東西戦大活躍、アイコン怒涛の勢いを見せ勝利したアイク、2週連続で気持ちよくなって2週目もありましたね、富永さん。はい、あります、気持ちよくなったということで、アイクさん、俺も今週もジュース飲みたい。さあアイク対チャンスワゴム、前見ろから、台形コークスクリュー、ダンド下げと、ダイブ、さあという間にアイクがチャンスの体力を削り取っていますが、さあどうなんでしょうか、やはりチャンスとしては同じチームメイトにかなりレベルの高いダトリスカイ、ハゴボウがいるということで、ああダトリ戦は割とやり慣れてるんですね、やり慣れている恐れはありますが、ここはしっかり、おっと青春戦17ダメージを奪っている、アイコ頑張れ。さあアイコ、これでちょ若干やりにくくなってしまった、空中戦がしにくくなってしまったということ、これは中足置いている、カニパン踏みに行ったんですが、チャイム中継しっかり出ていたチャンス枠と、そして果敢にカラクサダイバー EX ャスト、チャイムダイバー、ここはフルコート決まって、バラを投げてカニバンガードシール、空中戦得意なんですが、一回中継から壊し壊しコーク、綺麗だよ、スタート振り下ろそうとしたところ、前ブロだけ入っていたか、 EX ャスト生チェストですね、だけカラクサダイバー EX ャスト、チャンス最強キャラじゃねえかこれ。さあマルコが今富永にアドバイスをしました、どうやら君の立てたところ、君は運はいいから大丈夫だろう、そう言っておりましたマルコ。さあその富永、今日は運がいいんでしょうか、チャイレバンセットだ、これチャンス、怒涛の勢いが止まらないのか、中盤でストースタブ、あっという間の1ラウンド、
PA が入ってこれが関西のチャンスだこと。コロクソ、これは当然決めていくでしょう。大パンとサラミ引き上げ引き上げ引き上げ。さあしかしまだ試合は始まったばかりということでチェストをこれは決められない。カラクサ大パン EX ソースはチェストをここ殺しに行くと見ながら剣狙っている。ジャンプ中継狙っている。まだ分からないか。カラクサ大パンで EX ソースを使っていく。壊しらばれて、おっと EX ゲージを使っていたのか。EX ゲージ使っているのかもしれません。最後の少女チラシ、さあ富永まだわからないが、さあこれで剣強制ダウン取って生気上げ決めてやったー。完全なるクソゲーやつだよ。 PA 仕返して大将戦ような富永吸い込んだね。そんなメガネです。バッシュバッシュザサビートを思い出すようなメガネをしています富永さん。ひょっとしたらトライガンが好きなのかもしれませんがね。ヤクン対富永大将戦です。投げて来週ちょっと投げ来週ここで EX テスト来週リープ剣大パンと EX 印象来週なってるチャミシューパー。さあ富永体力リードしてバックジャンプ中継ジャンプ中継ジャンプ中継したところですが、ここはタケト前ブロー10番チェスト。さあ富永大人になりましたね。10番チェスト大番チェストではなく10番チェスト、富永も非常に大人になったということで、ゲージンここで発動して、来これは全勝大撃手から壊し打開しっかり決まってコンボもしっかり決めていく。大撃手中心大撃手中盤切り返して、さああまり画面端で待っているとガラクサー大パンから、これは決まるのか。おっとイタチから勝ったのは富永。今週も富永はジュースを飲みます。今日もジュースがうまい、運がいい。いやー気持ちいい。味方の富永ほんと気持ちいいね。大変さん、大変さんジュースください。相手になると切れそうだけど、大変さん本当に味方の富永最高。大変さんジュースください。たまらん味方の富永は